山木おお。シャトーこんにちは、ケイチです。山本です。今回なんですけども、はい、我々は、うん、新潟は十日町の雪原学者さんに来ております。はい。で、うん、先週も来たんだけどね、はい、なんかどうやら、うん、この辺の魚沼地方なのかな、うんうんうん、新潟の伝統行事で、うん、本屋良堂っていう、うん、鎌倉みたいなやつがあるらしいんですよ、うんうんうん、でまさに今その中にいるんですけど、うんうん、この鎌倉って俺らの知ってるイメージってこの丸っこいこうねドームのやつじゃん、うん、これはヘリまでここが入り口で、うん、でそれでここまでしかないからね、うん、今こうやって過ごす分にはいいけど、うん、まあ雪降ってきたりするから上にタープを立てて楽しんじゃおうかなっていう、うん、いいですね、うん、やっちゃいましょう、うん、早速本屋良堂楽しんでいきたいと思います。行ってみましょう。レッツゴー。本日は本屋良堂の上にザタープで、うん、やっぱ雪にはね、うん、真っ赤なタープで行きましょう。真っ赤なタープでバチッと切れてきましょうか。こんぐらいにする？オッケー、オッケー。立てていく。チェックダウン。チェックダウンしていくと。そうです。変則的な張り方になるから、うん、どんな感じになるのか。ね、楽しいですね。硬、ね、そう。硬そう。結構ガチガチですね。普通に地面みたいな感じ。どう？効きそう？効くんじゃないかな。うん、よし、行きましょうか。おい。どう？どう？おい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 。おい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 、いい感じ？いいよ。本屋良堂いいよ。本屋良堂してる？うん。本屋良堂でしょ？本屋良堂でしょ。渋。いいじゃん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 。よし。どう？いいじゃないですか？最高です。こんな感じでできました。いいね、最高ですね。中にリビング作っていく作っていく。やっぱ雪にこの真っ赤なタープが合いますね。すごい秘密基地感がね。秘密基地っていう名前にするか。いるのもいるのよ。あ、いる。確かにだいぶ強いのが、だいぶ強いのが素晴らしいクリエイターがいた。いるいる。入る隙ない。ないです。じゃあちょっと準備していく。おいっす。おー、できてきましたね。よいしょ、よいしょ。今日はストーブで。はいよ。ラップが効いてる。うわぁ、いいんちゃう。キャンシャイよ、キャンシャイよ、キャンシャイよ。なんかすごい。どうですか山本さん、これめちゃくちゃ調子よくない？完璧だね。すごい。やりましょう、やりましょうよ。やりましょうよ。コビー出ちゃった。ほなほな、おいっす。お願いします。本屋良堂初のね、うん、本屋良堂だよね。本屋良堂初の本屋良堂に乾杯。乾杯。帰ってきた。帰ってきた。毎週いるもんね。確かに帰ってきてる。普通に帰ってきてるねえ、うん、うお、超いいじゃんこれ。風があったけど、ちょうどここでね、うん、ここだけ抜けてくるんだろうね。めっちゃ調子いいわ。これは価値格だね。ね、こんな寒くないけど、こいつつけて、うんうんうん、より温めていこう。やっていきましょう。もうちょっと本屋良堂をカスタマイズして。そうだね。いきましょうか。うん。ランタンも後でつけましょう。オーケー。火をつけていく。うい。
この出力だったらね、うん、めっちゃあったかそう、うんうん、ランタンも灯していいか、よいしょ、ではでは灯していく、灯していく、ろうそくももらったんだよね、あねもらった、あれもつけよう、つけましょう、よし、宴、宴でいきましょう、今夜だ、消えたそのまま、いやよし、あともう一つ、こんなのか、愛を灯していく、さてさて、うおやっとんなやっとんなやりすぎじゃないこれラブホテルですよ、これカップルとやるやつでしょ、ねえ、すごい、うわ、じゃあこっからガンガン飯出していきますか、お願いします、よし、エッチすぎませんか山田さん、これはもう我ら今年35よ今日はもう我らの野崎さんで買ってきた前菜たちでガンガン飲んでいきましょう、そうね、もうあれだよ、ホタルイカ新物は早いね、ねえ、よっしゃあ食べていきましょう、うわパーティーやん、もう最高だね選ぶものがもうちょっとじじくさくなってきてるけど年相応じゃない、うん、よっしゃガンガン飲んでいきましょう、イエス、醤油が、あ、出す、うん、いやすげえいいね、立つとさ、うん、うわーってあっちに風がちょうど、あ、本当だ、むち来る、座っているとね、うん、全然、あ、その高さなんだ、これが、あ、そういうことか、ね、半鎌倉的な、うん、いいだけです、やっぱ新物から行きましょう、ちょっと酢味噌買い忘れちゃったから醤油で、うん、ちょっと、いいです、うん、うん、新物だと、うん、身がパンパンだよね、うん、パンパンっていうかぷっくりしてる、うん、あ、何もつけなくてもうめえよこれ、ほんとだ、うん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 、あー最高だちょっと最高すぎません？笑っちゃうでも、ね、いかんせんこれはいいね、うん、なんかあの管理人のじいさんが言ってたけど、うんうん、結構この昔からあるみたいね、こういうのが、うんうん、屋根があるやつもあれば、うん、こういうないやつでこんな感じでタープ張ったり、昔はなんか木で屋根組んだりして、でその中でお正月みたいな過ごして、うん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 、みんなでなんか酒飲んだりご飯食べたりするっていう文化があるだかって言ってたね、大宴会だね、これじゃこれ以上にもっと大きいものを作ったりするのかね、そうだろうね、うん、これだったらあと、まあ、6人はいけるだろう、うんうん、いける、全部で6人ぐらいだったらこの、うん、なんか 2.5 だか3メーターないぐらいだから、うん、全然ね、ちょ調子いいね、大宴会、アンダーさん呼んでね、これもう一回これやろうなんか喜びそうじゃん、ね、これ雪のないうちらからしたらもう新鮮でめちゃくちゃいいよね、ただ最近暑すぎるから、うんね、雪が持たないかもしれない、うん、うん、味うまうまい、ブリブリ
やばい。さすがに。さすがに。よい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 よ。すぐに冷蔵庫あるから。ねえ。こうやって取れるから。必要ないのにね。ここでもいいのよ。そうそうそう。ここら辺でも。ね、このね、裏返しが光ってるのがディズニーランドですよ。大人のディズニーランド。なんで行く？すごい。春巻き。生春巻き。生春巻き。好きなんだよね。チリソースが好きなんだけど。ペロペロできればいい。うん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 。あらま、うん、うわ、チリソースうまいよね。うんうん、寒くないからいいね。うん、何度だろう今。氷点下いってないんじゃない？そんな寒くないもんね。うん、あ、これもある。寒いが寒いけど。うん、3度3度うん、全然だね。うん、じゃあちょっと食べて、うん、この後何があるんですか？この後はみっちゃん直伝の、うん、あの鍋で、あの鍋ですね、行こうかと思います。じゃあ今まで行きましょう。おい、キャバリー頑張るぞ。飲むだけ。気持ちいい。これはいいな。うん、エッチが止まらない。ほなほな、鍋ですね。お鍋です。ストーブがあるけどやっぱこいつでね、こいつで火力が出るんで、早々にグツグツしてる。よいしょ。まだ、うん、中のちっちゃい鍋バカ汚ねんじゃねえ。でも洗ってはあるよ。なんか、うん、洗ってないかこれ。あ、飯食いよ。キャンシャイよ。燃料用アルコール、アルコールストーブですね今日は。アルスト。トランギアといえば。アルスト、アルスト。あ、こいつ。もう冬のキャンプにはこいつ欠かせないですね。ね。気温関係なく、うん、大活躍してくれるからね。いい熱源になるんで、こいつ行きましょう。よいしょ、いっぱい。これもトランギア。トランギア。今日全部こんな入るんだよね。そう。知った？うん？あ、これもこの前の。これ全部。あ、あのあれがこれに入んないのか。そう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 、うん、それはこのストームクッカー専用の入れ物で、うん、それを無視するんだったら全部この中に、うん、すごいね、考えられてる。オールインワン。今日はみっちゃん直伝のキノコ鍋。キノコ鍋。新潟といえばキノコ。キノコ。キノコといえば新潟。新潟。もうガンガン男の鍋なんで、うん、ちぎっちゃい入れてちぎっちゃい入れてするんで。とちぎります。え？石づきは取りましょう。石づきいた。ツインドライブの。ツインドライブの？マイタケ。マイタケ。あ、一緒に入ってたんだ。そう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 。このパック調子いいんだよね。この前も確かにそれだったね。そう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 。ダブルオーガンダムだって言って。そう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 。石めじとマイタケが入りました。入りました。ほんで、ほんで。ほんで、ひらたけ。うまいんだよな、こちら。ひらたけも、いい仕事するんだよな。石づきがもう取れてるんで。うん。ボコボコ入れて。ボコボコしていく。ボコボコ入れてください。簡単だし、めちゃくちゃうまいからね。
ね、家でもたまにやるもんな。あ、きのこ鍋。うん、次のキノコはジャンプ、ジャンプ、ボンバイエ、ボンバイエ、こいつもちぎります、ちぎります。めっちゃいるね、こりゃ全然ちぎれてる。お、いいね、雑巾絞り、おりゃ、これが男の鍋だ。そういうことです。よいしょ、うまいよな、食感が俺すごい好きね、うまいよね、うん、よいしょ、これでオールスター集合と思うじゃないですか、うん、また箱に飲み子当てちゃったからそこ外すやつも、大粒なめこ、大粒なめこ新潟さん、うん、これも入れちゃいます、うん、なめこが入るとね、なんかとろみがついて、うん、ねえ、温まるんだよね、温まるのよ、なめこも入れていく、なめこも入れる、とんでもなくでかいなめこたまにあるよね、あ、いるね、ね、それも売ってたんだけどね、さすがにあのそれだけでめっちゃでかく、ああ、なるほど、ね、量もそうだったんだ、そうそう、みんな今回はこれにしました、うん、ほいでほいで、みっちゃんの時はね、すごいしっかりお出汁を確かにね取ったんだけど、ここは装備の白だしで味付けをして、味付けしていく、これをどんぐらい、これは3週ぐらいやった、3週ぐらいですね、うん、キノコの水分で作っていくと、まあ、ちょっとお水も入れます、お水も入れます、ちょっと水も加えて、うん、まあ、味は後でちょっと様子見て、うん、やっていくと、これでもうまみの爆発ですよ、海の爆発、芸術は爆発だ、爆発だ、そういうこと、おー、どうしよう、それで火をつけていく、宴の始まり、うん、いいな、トロトロファイヤー、あー、いい香り、マッチのね、そいつに乗せていく、この缶に、この缶に飲んでいく、それではあれ、どこか、あれ、なくなっちゃった、キノコ待つ間ガンガン飲んでいきましょう、キャバイ、むくむぞ、パンパンだぞ、パンパン祭り、パンパン祭りだよ、うまそう、何食うんですか、私は味をいただきます、2枚重ねで、うわ、うん、うめえの、うん、いい味だよね、ね、うまいね、うん、ている時間もキャンプです、誰か歩いてきたのかと思ったら、うん、この火の音だったポッ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 ポってだんだんこのろうそくが沈んできてるんだよね、ね、熱があってね、最後ブラジル行っちゃうじゃんこれ来てる、まだようやく火力がちょっとずつ上がってきて、春巻きだけやす、うめ、あ、ほんとお前炭水化物がないね、ん、確かに入ってますよ、あ、よかったコンビニまで歩くとこだったコンビニあんのかな、コンビニってどうなんだろうね、近くにないか、さすがに、うん、生姜も合うの、ああ、いいだろうね、うん、誰か、さっきこの雪原学校さんのスタッフの枝豆に聞いたら、うん、
柳さんのポリポリ茶豆、うん、いただいて食べようか、うんうん、とんでもなく中毒性があって、へえ大丈夫止まっちまうね、ねえうまそう、ポリポリ茶豆柳さんありがとうございます。俺でもみんないい人だもんね、スタッフね、ノリもいいし、ね、下ネタ分けてるもんね、ほんとだよね、うとうしいよね、うとうしい、よいしょー、お菓子じゃんね、おやつか、おやつ、いただきましょう、いただきましょう、うまい、うまいのかい、いいですか、うん、これ何、大豆と何が入ってるの、大豆っぽいのやつもらいます、うん、うまい、うんうんうん、うまい、うんうん、いいです、はい、てかさっきっていうかこの前知ったんだけど、うん、その柳さんに教えてもらって、うん、枝豆が大豆になるんだね、俺もこの前知ったそうなんだね、うまっうまっ、茶豆と落花生が入ってるらしい、うんうん、あ、うまっ、うまいな、確かに中毒性があるね、うん、ポリポリいっちゃう、うまいこれ、いやないっすね、これだけいいじゃんこれ作ってんのこれ落花生、んこれはあられだ、うん、あられも入ってる、うん、あ、うまっ、うまこれで甘い系でもビール飲める人、うん、かばい、枝豆ですから、うん、あ、甘い、日本酒でもいけるね、日本酒もいいねこれ、うん、うめえな、高火力ですね、ねえ優秀だよね、うん、はみ出ちゃってるもん、火が、どうよどうよ、ほなほなほな、うおー良いですね、すごいとろみがね、やっぱなめこさんが入るから、うんうん、ちょっと一回味見よう、うん、でしょうね確かにね確かにね、なんかでワンバンした方がいいかもねうわきた、うわうまい、うまい、うまみが爆発してる、これもういけますよ、取りましょうか、いただきます、うまそう、おいどどいただきます、うまそう、こんなにいっぱいあったのに結構減ったね、ねえ、傘がいただきます、いただきます、うん、うまっ、うーん、いろんなキノコの、うん、旨味が、うん、たまる、うん、やばい、うわ、ぜひやってみてね。あれやん、あれやん、知ってる、うん、まずは包丁入り、そう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 あのなんかハスピっていうか、あ、そうそうそう、日本の服着てる、ぜひやってみてあれ見ちゃうんだよね、すごい面白い、ね、映像が綺麗だし、テンポもいいしね、うん、うん、うわ、日本酒飲んか、うん、いいのがありますよ。
日本酒飲んでいきましょう。きた、久々だね。隠れいこちらめ、うわやっていく。バリウマグラスで、バリウマグラスでいきましょう。彼氏の、彼氏のバリウマ、いいんだよな。いいよねこれ、初期ではでは、うん、いきます。おお、そういうやつだ。カリカリ系じゃないんだね。ね、よいしょ、注ぎ具ほな、キャツクレイで、キャツクレイを奇跡に、奇跡に、よいしょ、注ぎ具いいじゃないですか。いただきましょう。いただきます。ぜひ試してみてね。新潟カツクレイを飲む。やっぱり、やっぱり。うまっ。めっちゃ醸造だな。フルーティーメロンみたいな感じ ね。売り系な感じ。うんうん。好きなやつ。ね、好きだねこれは。キノコの石突きを取る。ね、来年ってか来週ぐらいみっちゃんあれやってる。みっちゃんバージョン見たいよね。料理の腕は本当本物だからね。うーん、うわーうまい。合う合う、うん、うん、合う合う。マジでうまい、ね、うまい。普通にね、もうスーパーの野口さん、野口さん、野口さんで買うやつ。不当客だよ多分俺らも。毎週行ってるからね。地元の人で行かないかもしれないけどね、うん、県外からで行ったら多分相当行ってる方で、ね、地酒もだいぶあるからね。ね、すごいね、うん、新潟はねいいお酒いっぱいあるから、うん、やっぱなめこ入ると違うねこれ、うん、このとろみよ、うん、こっから、うん、この鍋をより改良していく。何これ何。なんでこっからまだキノコも入ってるけど、こっからバージョンアップしてぜひやってみてね。ほな、この鍋にネギを入れていく。大きい包丁、大きい包丁、ちっちゃいチンチン、ちっちゃいチンチン。全然関係ない。切っていく。ネギはいっぱいあるほど美味しい。そんな感じだよね。そうそうそう、めっちゃ知ってるやん。うまいよね、ネギ入ると。ざっくばらんにいきます。うんうん、青ネギも入れていきます。青ネギは臭みを消してくれる。いいそう。いいそう。臭みなんてねえのに。どこにも臭み要素ないのに。キノコの匂いどこ行ったんですか。オーケー、こいつをもう入れちゃおう。ちょっとさっき水を加えさせてもらいました、うん、もうこの中に。いやいいね。入れていく。お正月じゃん。正月ですね。これだけじゃやっぱ物足りないのって、はい、ここにですね、ここですね、でーん、鶏肉、鶏肉、鶏肉も加えていく。ウフちゃんでいう動物性のやつですね。動物性の旨味をここからプラスして、よりお酒を加速させていく、加速させていく、そういうわけでございます。
ありがとうございます。トングに当たらないんでそのまま行っちゃいます、うん。はい、よいしょよいしょ。いやもううまいじゃん。うまいでしょ。うまいでしょって話ですよ。そういうことです。ちょっとこれはなんでいいかで、はい、トリトリトリ。これでキノコのうまみと、うん、動物性のうまみが合わさって、うん、また違う味わいになっていくと。いやー待てくん、それでマーチューになっちまうな。それは誰も知らない。インフルエンサーでもない地元の先輩。やべえなーやべえなやべえなやべえって。それは俺は聞いたこともない。確かに。ほなどうでしょうか。いきます。オープン。よいしょ。うまそう。めっちゃ上がっちゃってるね。とろみもあるから、これは絡んじゃってる。うまいでしょ。オッケー。いやもう日本酒はいる。また足りないやつ。そうそうするやつ。ビール4本今ベンチで肩温めてるから。オッケーオッケー。こっちで。こっちで。じゃあ持ってきます。はいよ。おいしょ。あでもうまそう。いい感じです。なんかさ、ちょっとさ、いい感じ。いただきます。よし。鶏肉がプリ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 。ああうんうん、あ優しいね。まあでもちゃんと動物性の旨味が、うん、あーうまい。うまいね。うん、両手で出てきそうね。うん、ちょっとあらかしゃいよ。そういうこと。奇跡起きちゃった。起きますねこれは。何回起こせば気が済むんですか。よいしょ。隠れ家本庄さん、いただきます。おいしい鶏ネギキノコ鍋に行きました。隠れ家このようなものをこちらで合わせていきたいと思います。隠れ本醸造キャピッキャピッ。うまいさすが新潟のねえお酒ですね。ね、食べ物に合う。あったまるな。ね、とろみがあるからなおね。あ、ん？こっからまだ第二進化があるんですけど。え、今柔道流れてたのね。エンディングの柔道が流れてると思った。うん。こいつ連れていく。おお。シャーペイ。シャーペイ初めて見たよ。皆さん知ってますこれ。シャーペイ。これちょっとケンイチが冷凍コーナーで見つけてきた、うん、ニラ焼き餅。
これ締めには持ってこいかもしれない。確かにね、うん、ニラシャーペイ、シャーペイ焼き餅とか言ってシャーペイと、ね、中身がシューマイのあんが入ってるのかな。そんな感じじゃないかね、うん、これこの中に入れたら美味しいんじゃなかろうかと検知が、うん、これうまいでしょ絶対に。入れてみましょう、うん、だってシューマイ入れても絶対うまいし、うん、餅もうまいじゃん。うまいね。ニラもうまいじゃん、うん、で日本酒おいしいじゃん、うん、シャーペイもおいしい、おいしい、確信、確信してる、うん、ストップでいってください、はい。やんちゃうよ。やんちゃうよ。今煮詰まってきてまた味も濃いめになってきて。確かにね。これはシャーペイだ。シャーペイだ。シャーペイだ。アシリバさん。アシリバさん。ひんなひんな。ひんなひんな。うわあシャーペイ。シャーペイ。シャーペイ。シャーペーね。シャーペーね。シャーペー。シャーペー。シャーペー。おーおーおー。いいかも。見てみましょう。それではシャーペー。オープン。シャーペー。シャーペー。うまそう。うまそう。すごい。取っていきます。うまそうだな。うーわ。お餅入れるだけでも絶対うまいもんな。この中にまた。肉が入ってるわけでしょ。ちゅうことですかね。よっしゃ、シャーシャーペーしてくださいよ。うわーしゃ、キャンシャーペー、キャンシャーペーよ。うまそう。シャーペーいただきます、いただきます。どうなんだろう。ちょっと先々いいんですか、うん、あんが入ってる。ニラ餃子。やっちょう。うん。うめえ。また。ちょいちょいちょい。シャーペイの時代来た。何こいつシャーペイ。あ、うん、すごい膨らんだね。うん、味もあるちゃんと。うん、中華だ。うん、やってみてね。うまっそんなもちもちのシャーペイ、シャーペイ、シャーペイ、シャーペイ。鶏ガラじゃなくて、うん、もうそのオイスターソースとか入ってるから、はい、中華になってくるんだろうね。うまうま、うん、今日イガラだしみたいな味ですもんね。今んとこ白だししか入ってないから。うん、まっ、嘘でしょこれとりあえずシャーペイ何の料理も、うんうん、とりあえずシャーペイを入れる。でもさっきの鶏とかからもいろんな出汁が出てるから、うん、ほんと中華っぽくなった、うん、シャーペイいいね。うん、めなんか、うん、こりゃうめえわ、うん、みっちゃんにもシャーペイ作ってもらう今度。なんなんだよ、餅ではないよね。そうだね、もちもちした、うん、めっちゃ分厚い餃子のあんみたいな、うんうん、餃子なんじゃないか、皮、うん、うちら餃子シューマイ好きだもんね。うん、うまっ、何にでも入れちゃう。うん、うん、米なのかな、もち米っていうよりも米粉を吐くかもね。うん、うめ、伸びたりトロトロにはなったりしないもんね、これ。うん、うん、これはいいぞ。うん、いいよ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 。
シャーベイ、シャーベイ。いやー最高だね。でも雪中もね、今年は雪がないからもう終わっちゃうね。ねえ寂しいよ、うん、でも結構来たね。毎週のように来たから5週目、このところ4週目か4週目。そっか、松の山2回と雪原学者さん今2回目で、うん、まあ、来週あと1回、うん、来れればね、安藤さん ね、うん、もう動画が公開される前にアンダーさんね、うん、ガチってね、雪中雪中アンダー雪中アンダー打ち合わせがあるっつって、うん、目隠ししてね、うん、いいね。とりあえず結構始まりにして後ろの席に座らして、どこ行くんですか。あの、あれ加えちゃってるから牛島くんみたいな、サルグッズだみたいな、サルグッズだみたいな、よだれだらであるだらして、頑張りました。アンダーさんと雪中なんか似合わなそうだけど合いそうだから、それ見てみたいね、見てみたいね、うん、まあちょっとなんか洋酒好きだからね、洋酒も用意したけど、確かにね、うん、洋酒洋酒で、洋酒洋酒でいいね、楽しみ。それも、うん、今回この鍋はこれで最終形態でございます。いろんな出汁が出て煮詰まって、うん、キノコから始まり、うん、鶏の旨味と、うん、シャーペンの飛び道具感ね、どんどんいろんな味試せるんで、うん、ぜひ試してみてください。それではね、縁も竹縄ということで、はい、最後あとちょっとしかない、もうあっという間だね、四合瓶ね。まだバックアップもあるんで、そうだね、こっちにもあるんで、うん、よろしくやっていきましょう、やっていきましょう、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で、しゃべい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 。はい、うまっ。